皆さんこんにちは。こんにちは。マネーニュー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、ふるさと納税で多い3つの勘違い、イエーイ。はい、ということで、はい、僕たちはこちら3つの書籍の著者でございます。はい、はいね、今こちら税制優遇の美味しいいただき方第3版が発売したばかりでございます。はい、はい、この本は、うん、ふるさと納税いでこ積立 NISA3 つの税制優遇を美味しくいただく方法を、ね、記載しております。で、550円で、はい、お得なお値段になっております、ね。はい、ですのでぜひお買い求めいただけると嬉しいです。嬉しいです。はい、その他ね、このこちら2つの書籍もね、大好評発売中ですので、うん、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで本題に戻りますけども、はい、ふるさと納税の勘違いの前に概要をね、うん、確認しておきたいと思います。はい、はい、ふるさと納税は自己負担2000円で、ね、うん、寄付して、うん、で返礼品がもらえる、はいはい、こういうメリットがありますよね、うんうん、で寄付金の使い道も選べると、うん、まあ、子育てだったりとか ね、インフラだったりとか、はい、医療とか、うんうんうん、そういうのに役立ててくださいということはできます。はい、そしてふるさと納税ポイントに変えて、はい、でふるさと納税ポイントを変えると有効期間が2年間とかになるわけですよ、うん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 、だから今年分のふるさと納税ポイントと来年分を合わせて回した金額で、うん、まあ、豪華返礼品をもらうっていうこともできると、うんうん、いいですね、うん、はい、まあ、そんなメリットがあるふるさと納税なんですが、はい、3つの勘違いがあるということで、それがこちらです。はい、1つ目が、はい、確定申告してもワンストップ特例は適用される、うん、2つ目は住宅ローン控除やイデコとの併用は損という勘違い、はい、うん、で3つ目がふるさと納税した年の税金が安くなるという勘違いですね、うんうん、はい、はい、1つずつ見ていきたいと思います。はい、まず1つ目ですね。1つ目です。はい、確定申告してもワンストップ特例が適用されるのかということなんですが、はい、うんうん、まずワンストップ特例というのは何かというと、はい、確定申告が必要ない給与所得者、はい、まあ、会社員とか公務員の方ですね、うんうんうん、を対象に確定申告なしで控除が受けられる制度になってます。はい、手軽な制度ですね。はい、ただし条件があるんですね、うん、それが下に書いてるところですね、うんうん、で特に赤くしてるところが重要でして、はい、医療費控除などで確定申告を行う人は、うん、ワンストップ特例は使えず、ふるさと納税の確定申告も合わせて必要だということなんですよ、うん、はい、うん、ふるさと納税はワンストップ特例でしたから、うん、まあ、確定申告はね、あの申請しなくていいや、これブブーなんですね。ブブー、はい、しないとふるさと納税の控除は適用されないということになってしまいますから、はい、確定申告を予定されているんだったら使えないということです、うんうん、そうですね、はい、まあ、あとはね、まあ、年収が2000万円を超える給与所得者とか、うん、まあ、給与を複数から得ている人っていうのはもともと確定申告が必要なので、うんうんうん、ワンストップ特例は使えない、はい、あとはワンストップ特例を使う場合は5つまでというふうに限定されております、はい、そう、5つまでなんですよね、はいはい、あとは寄付した日の翌年、うんうん、1月10日までに、まあ、申請がね受理されなかった人も使えないということなので、うん、はい、はい、まあ、こちらね、うん、ワンストップ特例を、まあ、適用されるっていう、必ず適用されるわけじゃなくて、確定申告した場合は適用されないんだよということです。そうですね、なのでもう確定申告やらなきゃいけないという人はもう一緒にセットでふるさと納税もやるっていうふうに覚えておくといいかもしれないですね。はい、ということです。じゃあ続いて2つ目ですね、はい、住宅ローン控除やイデコとの併用は損ということなんですけども、はい、はい、まずですね、住宅ローン減税中にふるさと納税を併用するのは損というね、うん、こういう質問に答えたいんですが、はい、はい、アンサーとしては、うん、確定申告の場合は住宅ローン控除で節税できる金額が少し減ります、はい、でワンストップ特例は問題ありません、うん、大半の方が併用しても両方の控除を受けられます、はい、ただし両制度とも納税している金額からの控除になるため、うん、納税額以上の控除を受けることはできませんということです、はい、まあ、こちら過去の動画で詳しくやっているの で、ね、はい、まあ、そちら見ていただきたいんですが、うん、はい、まあ、どれぐらい減るのかという目安がこちらになります。はい、年収500万円独身の場合、はい、ふるさと納税の寄付上限額は6万2000円なんですね、うん、はい、はい、で住宅ローン控除額が30万円だとすると、うんうん、はい、ふるさと納税をする前の住宅ローン控除額は27万9100円になります、うんうんうん、はい、でふるさと納税を併用すると27万2900円になるので、うん、差額が6200円発生してしまうわけですよね、うん、そうですね、まあ、この分だけが損するということなんですけども、うん、はいはい、うん、ただしね、こう影響は軽微じゃないですか。そうですね、まあ、トータルで見たらプラスになるよということで、はい、下のコメント、はい、読みますけども、はい、確定申告した場合寄付金控除による所得税減額分が住宅ローン控除で節税できなくなるので、その差額が、まあ、損してしまうことになりますので、はい、まあ、確定申告が不要だったらワンストップ特例を活用しよう、はい、そして、まあ、影響はね6200円と数千のね、うんうん、経費ですので、はい、まあ、トータルで見た時には、はい、ね、得はしますから、このトータルが大事ですね、うん、ぜひ併用していただくといいんじゃないかなと思います、はい、
そしてイデコとふるさと納税を併用すると損って本当か、うんうん、ということで、これ、はい、先週ね、先週とか前回の、ね、前回の動画で、はい、やりましたけども、はい、アンサーとしては、はい、はい、イデコと併用した場合は、うん、ふるさと納税のみに着目すると控除額上限は併用前と比べて少なくなりますが、はい、イデコと合わせた節税金額合計は増えます。よって損にはなりませんということです。はい、うん、はい、節税金額シミュレーションです。こちらです。はい、独身または共働き、うん、年収400万円、はい、はい、ふるさと納税のみの控除上限は43,000円、うん、はい、はい、イデコに月23,000円加入すると35,000円になると。はい、自己負担2,000円ですから、差し引いた後は41,000円と33,000円がそれぞれ節税できるということです。はい、でここだけの差を見ると8,000円あるわけですよね。そうですね。ここだけに注目すると8,000円損するじゃないかということなんですが、はい、イデコに加入すると節税できますよねということなので、はい、うん、年収400万円は所得税率は 5% なんですね。はい、5%。はい、で住民税率は一律 10% です。はい、10%。はい、イデコの節税金額は月23,000円は年間だと276,000円です。はい、それかける15%、うん、で41,400円、うん、これが毎年節税できるということです。はい、うん、はい、ということで節税金額、うん、はい、ふるさと納税のみは41,000円で、うん、併用すると74,400円ですので、うん、差額は33,400円お得になるというふうになります。そうですね、こちらもだからトータルで見るってことですよね。そうです、その通りです。はい、うん、はい、ふるさと納税の控除額上限は、うん、イデコ併用前と比べて少なくなるので、はい、一見損に見えるんですけども、はい、イデコと合わせた節税金額合計は増えるので併用した方が断然良いという結果になります。そうですね、うん、つまりあの住宅ローン控除とイデコとの併用は損というのはブブーだよということですね。そう、勘違いだよということですね。はい、続きまして、はい、ふるさと納税した年の税金が安くなるという勘違いですね。はい、はい、こちらね、確定申告とワンストップ特例でちょっと扱いが違うんですけども、はい、確定申告の場合は、うん、所得税はふるさと納税した年の分が還付されます。はいはい、まあ、所得税に関しては合ってますね。うん、はい、ただ住民税に関しては、うん、ふるさと納税した年の翌年分が安くなるわけですよ。そうですね、はい、うん、でワンストップ特例の場合も住民税からの控除だけになりますから、うん、ふるさと納税した年の翌年分が安くなるんですね。はい、うん、まあ、米印のところね、所得税から控除はなくなるんですよ、うん、ワンストップ特例はね、はい、でその分も含めて住民税から控除されますので、はい、まあ、どちらであっても損はないんですけども、うん、ただ、まあ、節税をされるタイミングが翌年になりますから、ちょっとそれだけ違うよということですよね。はい、うん、はい、コメントです。ふるさと納税は基本的に前払い、はい、寄付した翌年の税金が安くなるという制度になっております。うん、はい、で、まあ、翌年が安くなるということなんですけども、はい、ちゃんと安くなったのか確認した方がいいよということなんですね。そうですね、はい、うん、それを確認するためには、うん、住民税決定通知書っていうのがあります。はい、はい、これ毎年6月に、ね、うんうん、届くものなんですけども、はい、こちら赤くしているところありますよね。うん、はい、この2つの合計額イコール、うん、ふるさと納税の寄付金額マイナス2,000円となっているかどうかですね。うんうんうん、この確認をした方がいいということです。はい、もしなっていなければ、はい、還付申告をしようということですね。はい、還付申告というのは5年以内であれば、うん、まあ、税払いすぎた税金を返してもらえるという制度になっておりますので、うん、はい、まあ、ぜひしていただくといいんじゃないかなと思います。うん、はい、うん、まあ、よくねこちらね捨てる人も多いのかなということですよね。そうですよね、うん、なんかあのこういう書類って割とこうなんか見ないでパッて持ってて捨てちゃう人も多いと思うんですけれども、うん、必ず確認していただければと思いますね。はい、はい、ちゃんとはあの払いすぎている税金は取り戻そうということです。うんうん、いいですかね。はい、はい、というわけでまとめです。はい、はい、ふるさと納税で多い3つの勘違い、1つ目が、はい、確定申告してもワンストップ特例が適用されるに関しては、うん、適用されませんのでふるさと納税の確定申告を必ずしようです。はい、はい、2つ目が住宅ローン控除やイデコとの併用は損に関しては、はい、住宅ローン控除確定申告では節税額が少し減るが影響は軽微で、イデコの場合はふるさと納税の控除額上限は併用前と比べて減少するんですが、はい、どちらも併用した方が節税額合計は増えるので併用しようということですね。はい、はい、3つ目がふるさと納税した年の税金が安くなるに関しては、うんうん、ふるさと納税は基本的には前払いですね。はい、翌年がね税金が安くなるということです。うん、はい、で住民税決定通知書で住民税の控除を確認して、うん、
まあ、住民税の控除がなければ還付申告をしようということでございました。そうですね、うん、なんかねもう年末も近づいてこうふるさと納税考える人も多いと思うんですけれども、はい、ふるさと納税 の控除上限金額っていうのってもし使い切らなかった場合、うん、余っちゃってもその翌年に持ち越すことっていうのはできないので、できないんですね、はい、なのでその年中にふるさと納税やった方がいいんじゃないかなと思います。はい、私もですねこの間早速ふるさと納税やりました。はい、僕もやりました。はい、はい、ぜひ皆さんもやっていただければと思います。はいはい、このような感じでですねマネー&ユー TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちツイッターやっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。